3連休のど真ん中ですが、することがないので園芸屋に来てみました。私はローズマリーが欲しいです。あった、もうあった。全部ローズマリーにするか、なんかミントとか混ぜるか。目的は別に料理っていうよりちょっと虫除け的な意味が高くて、こういうハーブを植えると虫が来ないという情報を知ったので、今更ね、虫じゃない、ハーブを買いたい。でもこっちは3つで12ドル。あっちはこれトマトだ。トマトはいらない、トマトはいらない、ハーブが欲しい。ハーブ、ハーブ。虫除けを買いに来たのに植物エリアに虫がいるっていう時点でなんか終わりの始まりみたいな。どうしたらいいんだろう。まあちょっといろいろ調べてみたいと思います。園芸屋はやめました。まあなんかすることがないから園芸しようと思って一人で園芸屋に行ったんだけど、ちょっと知ってる人がファミリーでいて、ファミリーでなんかこうプラントを相談しながら買ってたので心が折れて帰ってきました。はあ、いいな、一人なんだよこっちは。なんかもう、というわけで、おもちゃを別の用事を済ませにおもちゃを買いに行きます。ターゲットです、スーパーです。じゃじゃん、ありました。いやー超かわいい。私昔ケンタッキーで働いてたから、このケンタッキーのすごい欲しくて。横にね、この見本中にこういうのが入ってますよって、まあ20個ぐらい実際あるんだけど、そのうちのいくつかがサンプルとして出されてるんですが、私の買おうとしたケンタッキー全部盗まれてる。後ろのも盗まれてる。これがひどい。
ックスーパーに買い物に来ました。ここは安いです。普通に買い物をするのに比べるとまあかなり金額セーブできるんで、なるべくここに来るようにしてます。なぜならがだいたい 1.4 ドルぐらい1丁買わなきゃ。ちょっと上がってる。前が1袋だいたい 0.8 とか7とかだったんだけど、日本の製品は結構置いてはいるんだけど、ちょっと自分の携帯につけている価格表に比べ、スーパー別に価格表をつけてまして、やっぱり日本の製品は日本のスーパーが安いからそっちで買おうと思います。あとこの韓国系のこの麺が私はとても好きなので、いつも安いのを買います。これビビン麺、ビビン麺これすごく美味しい。ビカケ 3.19 ドル。あとうちの子供が好きななんかバナナ牛乳。